戻し、あの日に戻れたのならば、君のことを探し出して何を伝えるだろう。思いを巡らせたとして、今が変わるわけじゃないね。僕が見るべき方角には無数のライトが眩しくて、何も見えない真っ白の中で、かすかに聞こえたその声を。どれだけ走って、どれだけ転んで、無限大の想い君に伝えようと、前だけを向いて進んできたのだろう。届かない願いも諦めたくない、過去が変わらないならば、未来の行き先を感じてた。行き先が書かれたチケットなくしてしまった。あの日は涙流したけど、君が気づかせてくれたね。白い画用紙を切り取り、どこにでも行けるはずだよ、そう言い残して、君はどこへと行ったの。焦る目